せーの、メガネとコデブ。さんまさんのね、今 CM ね、あのローマの休日の CM やってますよね。あれ全然ローマの休日見たことない人本当に多分どう思うんだろうって俺思っちゃってさ確かにそうですね、当たりこっちが当たり前って思ってることが、お前あのシーン知ってんの？お前は映画見てないだろうけど。映画見ましたよ、ローマの休日。あの嘘つけよ、お前見ました、大学の。お前の休日ぐらいだろう。いや休日、メガネの休日はあれですよ、11時にも〇〇ってますよ。いや知らない、〇〇時間中心じゃないんだよ。どうでもいいのよ。メガネの休日のね、あの前、まあ、早めだな。朝からもうめちゃくちゃ飲みまくっちゃって、もう11時にはもう笹塚駅でゲボ吐いてくたっていう。最悪だな。そういういい一日もありましたね。だからあれローマの休日で実際にある場面なんだよね、うん、はい、そうですそうですそうです、あの手がね入っちゃって、そう入っちゃってってまあまあ有名なね、ローマの真実の口でね、そうそうそう。でもオードリー・ヘップバーンとグレゴリー・ペックの役をやってる、グレゴリー・ペックっていう、はいはい、うん、確かにあれうまいな、本当にうまいなと思って、合成っていうとなんか古い癖けどさ、昔に比べるとちょっと映像の良さみたいな、なんていうんですかね、あの、うん、きっちりこう昔はなんか合成って分かる感じだったじゃないですか。そうそうそう、あれちゃんとなんかこう手、うん、触ってるもんね、ヘップバーンって。そうですね、あれどうやって、まあね、ソーミのね、そうソーミとのそのさんまさんの関わり合いもすごい深い、すごいですね、深いですね。でも確かにそれあるかもしれないですね、自分たちがあの小さい頃というか若い頃、古畑とか見るじゃないですか、うん、見る若い頃。でも、まあまあまあ、そのコロンボを知らないわけですよ自分たち。ああそうだよそうだよ、はい、コロンボ知ってる人が古畑見たら、うん、あーみたいな、うん、あーこれ二度楽しめるじゃないけれども、あ、そうそうそう、ありますけど、自分たちコロンボ知らないんで、まっとうに古畑を見てた世代っていうか。そうか、後でコロンボを知る、後でコロンボを知る、そうだよね。そうですそうです、古畑っぽいのがあるみたいな。コロンボ見ることあんのかな、そういう人って。ないかもしれない、今ね、ちょうどいい時間にやってますけれども、 PS やってるよね。俺はあれを見ちゃうけどね、あれも定点観測してますもんね。定点観測してる。ただ忘れちゃうんだ、あの時間ちょうどなんか裏がなんかあるんだよな、多分。まあ、確かにそうですね。だ確かにそういうのもあるかもしれないですね。あの王様のレストランばっかり知ってて ER 知らないみたいな。いや全然あのそれ職種が違うじゃん、いやもっとなんか同じ寄せてくれよ、ケージコロンボと古畑は似てるけど。確かにそういうそのパロディじゃないですけどオマージュ的な、あ ER とあの、うん、救命救急24時じゃなくて、あの、はい、ほら江口さんの江口のあれですよね。江口の青いやつ江口のりこじゃないよ、江口洋介さんの青いやつじゃないのよ。江口のりこさんね、いいですよね、あの、ね、いや座ってる感じ。違うね、いや違う、江口洋介さんがメイン洋介さんですか、あの医者の役、森高のかっこいい、そうそう、森高さんの旦那さんのね。はい、あの20あのフジテレビでドラマがあったでしょ、ドリカムのなんか朝が来る、はい、だっけ違うな。あれもエンディングが朝が来る前ですよね。朝が来る前に朝が来る前にだっけ、なんかいい音楽あったでしょ、はい、あれの主題歌の、それがなんかいい海外ドラマの ER っぽいなということで、はいはい、比較するなら分かるけど、お前王様のレストランと ER ってあれでもあのヒロイン誰でしたっけ、松島菜々子さんでしたっけ。なんでなまっちゃって、井上公造になっちゃってそうそう、松島菜々子さんですね。そうそう、松島菜々子さんですよね、あれは面白かったよ本当に。でも古畑もさ、なんか古畑やるみたいな、まああのコロナ禍でなんか、ね、あの小説の方っていうかあれは出たっぽいですけど、古畑の、うんうん、そのドラマというかね、あのどうそういうリメイクじゃないですけど、なんか一瞬出たよね報道って、はい、出ましたよね、うん、ちょっと今見てみますか、古畑刑事役誰だったっけかな、
さんまさん NG 笑うで検索したらいいんですかね。あの喋りすぎた男の回ね。喋りすぎた弁護士で喋りすぎた男で、あの、はい、壺、あの水差しのことをね、なんか花瓶って言っちゃったっていう。はい。さんまさんがね、なんかはしゃいだみたいな。そうそう、確かによく聞くと法廷のシーンとかね、ごまかしてんだよねセリフ。ああそうなの。あれが、うん、それをなんか三谷さんがいじってた、なんかずっもうちゃんと喋らないって言って。あでも今見てもどうなんですかね古畑って。いや古畑おもろいんですか。面白い、絶対面白い。同じ CS フジテレビでちょっと前やってたんだけどね。でもあのただね、ただあれなんだ、イチローとかスマップとか今は放送できる。あそれはできないの。あ GN になってるんですか。あ GN、 あとね、ちょっと同性愛みたいなやるやつ あったの。犯人が、はいはい、あれあれ風間森夫さんが犯人の時に、はい、あの全然関係のないのに、はい、そのなんかそこのいる人を演じて、なんかちょっと伝わんねえな、あのちょっと同性愛を演じてるところがごまかすところ、揶揄するようなあれですか。揶揄、そうね。だからそれで一切再放送されないの。LGBT 的な感じで。そう。まあ確かにアブデカかなんかでもなんか当時その HIV とかがちょっと流行ってる、あの出したみたいな頃で、あのキスすると映るみたいな、なんかそういうあのことを言って、それがあのお蔵入りじゃないですけれども、もう放送できなくなったみたいな、アブデカの回もあるみたいな話聞きましたね。また古いな、またアブデカ。今度パチンコ出るらしいんですよ、アブデカが。ちょっと楽しみですよね。あそれは好きで、あの音楽が好きで。アブデカもう、あでもリメイク、なんか二代目古畑誰だみたいなのね、ありますか、話題が出て引っかかってきますけど、ただ昨年の夏でそういう話が出てますけどね、うんうん、まだ分かんないってことですね。でもやっていいと思うんだよな、ああいう一対一のなんか、やっぱ刑事コロンボも今でさえ見る人いるわけだ。まあ確かにそうですね。ちょっとコロンボっぽいような、うん、あの なんていうんですかね、あのドラマみたいな、できないんですかね。なんか今刑事ものってどちらかというと多人数みたいな番組多いじゃないですか。確かにね、あの、はい、捜査一課とかね、はい、うん、まあ、全体的にテレ朝なんだけど、全部テレ朝。あそう思い出しました、ドラマの話で、あの日テレ あのコントが始まるって始まったじゃないですか。始まったね。菅田将暉さんとか神木隆之介さん、いかにもなんか3年 A 組の後みたいな感じで、中野大河さんとか、あれって日テレの一番ドラマがいい時間帯じゃないですか、土曜のなんか9時10時ですか。あ今までなんか話題のとこだよね、はいはい、はいはい、それこそね、ほんといい時間なのに、ちょっと見たんですよ、うん、面白かったんですけど、 TVer かなんかで見て、うんうん、でもなんかあの車に乗るシーンだったかなんか忘れましたけど、めちゃくちゃ合成みたいな感じで、一番日テレのいい、なんか車に乗って移動するみたいなシーンあったんですけど、あめっちゃなんかあるよ、ね、トラックが合成みたいな、なんかそんな感じだったんですよ。もうドリフのタクシーコントみたいなみたいな感じの、うんまあ、一瞬見ないとあの分かんないですけれども、なんかでしかもなんかやっぱなんかお金がないのかなみたいな、日テレの一番いい時間なのに時間とお金、まあ、コロナ禍もあるのかもしれないですけど、なんかねそれを感じましたね。あそう面白いの、うん、あれちょっとまだ全然見てない。なんか最初コントで始まって、で、うん、そのコントのなんかちょっとまつわるようなドラマがあってみたいな、最後またコントで締めるみたいな感じで、あそのちょっとタイガー&ドラゴンみたいな感じ感じかもしれないですね。で芸人その3人組が10年やったけど、うん、あのどうにもならなかったので辞めるっていうところから始まって、その辞めるまでの2ヶ月みたいな話をやってるんですよ、ちょっと振り返るんだ、うん、でそのネタの打ち合わせをしてたファミレスのあの店員さんの女の子とのちょっと関係とかがあったりとか、なんかいろいろ、そう有村ちょっとかすみちゃん、うん、有村かすみちゃんね、可愛いですよね、うん、本当にひよこ朝ドラはいいなですね代表作
代表作で浅戸は言うのいいんだ。中学生、中学生日記。性がね、違う。成人の性、ね、成人の性ね、立身弁のね、うん、私たちの好きな方の性で。いや、違うっつうの。成人君主の性ですよね。戦闘お兄さんの方。戦闘お兄さん。そうですね。小里演じゃないですね。って言ったら俺今なんか漫画詳しいぞみたいなの言ってるけど漫画一切わかんない。全然知らないから。セイントおじさんの方ですか？セイントセイントセイヤの方で。セイントセイヤの方ですね。セイント本当意外とねスロットもいいですけどパチンコもスペックいいんですよね。セイントセイヤ。いや面白いな。デデデデデデデこれあれいいんですよね。スロットもいいんですよね。ズーンとか言ってこうセイントラッシュって出てくるんですよ。あのセイントセイヤのオープニング。いや知らねえ。セイントセイヤのオープニングがこう奥からセリアって出てくるじゃないですか。せり上がってくるみたいな。みんな走ってくるんだ。あの弱え、弱えやつらがブロンズセイントが江川のあのボールみたいなストレートみたいな感じでこうあのセイントセイヤってロゴがこうちょっとホップしてってこうホップして上がってくるんですよ遠くから。それみたいなセイントラッシュみたいな。いやいや音楽の話してるんで筐体のね動きの話はいいの別に。あ本当ですか。役物の太郎打ちましたウルトラマン太郎打ってない。だからもういやお前はこっちは緊急事態宣言本当にそっちはいいよ本当に。すいませんすいませんじゃないな。でも普通に営業してるからね。してますね。まあどちらかというとパチンコは屋根も高いし前はタバコをこう換気しなきゃいけないからしっかり換気をしなきゃいけなかったんであのコロナ的にはいいらしいですよ、うん、あの対策というか。でもなんかやっぱ行きづらいよね、うん、人が密集してるって同じところにずっと立ち止まってるっていうのもありますしね。パチンコ屋ってことは。あと店によってはさ消毒済みですみたいなパネルを置くようになってんだよ、はいはい、この間パッて見たらさそれをさ、うん、出ねえからか知らねえけど。あ、動かして、ね、何自分で戻しちゃってる。はいはい、ありますあります。データ見て、見て戻すみたいな。済みですって。いや、しばらく打ってからよ。だから、あ本当ですか。お前消毒してねえじゃねえかっていう。あそれ店員さんは分かんないですよね。そうだよ、そうだよ。だから、あとはなんか、光触媒みたいな、あなんか、ね、その抗菌コートを台にしてますみたいなね。っていうのもあったりとか。いるいる。あとは自分でやっぱりね、シュッシュってこう、やっぱ消毒する人よね。しないとね。自己防衛ですよね。いや、ただそこまでしてパチンコやりたいか、あなたって思う。でも結局、ね、その口とか鼻とか触らなければ、出ると入るの時にちゃんと手洗っとけばいいわけですよ、うがいして。いやいや、でもさ、なんかやっぱ、なんか暇人だと思われるんですね、うんまあ、確かにそうですね。時間消費型レジャー。そうです。もうガンツ打ちました。小出部さんガンツ打ってねっつメガネと小出部今日休みだったんだけど、はいはいはい、だからアカデミー賞アメリカのアカデミー賞やってたんで、はい、ちょっとノマドランドもう言いたいだけだろ。それを見終わってもう、はい、ちょっとこう飯食い行ってちょっと、はいはい、打とうかなと思ったけどやっぱりやめたよね。まあ確かにそうですよね。ちょっと躊躇しますよね。ちょっと緊急事態宣言だから、うん、にぎわってるホールというよりかはかそってるホールで打つようにしてますね。いやいやそう、それの方が出るリスクない。お前出ないでしょそんなところ。まあ回らないというかね、まあ、でもあの今この時期、まあ、今度あのゴールデンウィーク明けにガロも出るんですけどお前誰なんでライターお前いやこの4月で出たのがあの太郎ウルトラマン太郎太郎とあとガンツと、うん、あとゲンさんのアマとメインのやつですよ。さんうん、あと、銀ギラパラダイスってやつが出たんですよ。銀パラっていうもう古来からあるタイトルの。懐かしそう。うん、はい、でそれ銀パラが売れてそのキャラが人気になって海物語ってできたんですけど。あそういうことだ。マリンちゃんとか出てくるんですよ銀パラ。あもうオリジナルの。オリジナルの。で、マリンちゃんとかワリンちゃんとかウリンちゃんとかの海物語のキャラが出てくるんですけど。いやそんなにいるんだあれ
あの銀パラってその今回ブラジルが舞台なんですけど感染者数多いよ。そういや本当ですよね。ブラジルのサンバの格好をしてるんですよ。あのマリンちゃんとかが激エロなんですよ。で俺逆にあれエロくないと思うんだけど。でいやでミスマリンちゃんっているじゃないですか。あのグラビアの子みたいな。いや知らないのよ。あのサマーズの、まあ、本当にあのリアルのマリンちゃん。マリあのそのミスなんとかちゃんみたいな。で、うん、ねね毎年というかなんか年々変わ、はい、変わってるんですけど。うん、何興奮して喋ってんの、うん、でサマーズ の, あのリゾートの番組のアシスタントがやったりとかしてあのスポンサーがあれなんそうなんだ、はい、あそうなんだ、うん、いや今回の新しい代 の, マリあのミス・マリンちゃんに変わったんですけど銀パラで、うん、歌めちゃくちゃエロいんですよその人も3人ミス・マリンちゃん3人いるんですけどあ代替わりするんだと思う代替わりして新しい代 の, あのミス・マリンちゃんもうめちゃくちゃ可愛いんでちょっと小出さんと俺そういう目的で歌わねえしいやあのムラムラしてきちゃってもうこれ絶対これあの勝ったらなんか行っちゃおうかなとか思ってたんですよまず、まあ、そしたらそうは甘くないっていうねそうは、まあ、トントンで終わっちゃいましたね残念でしたいいんだよパチンコの話長々と長々と話